松並、笑顔でコメント。中田翔の交代も。素晴らしいコメント。ドラゴンズは広島に勝利したことで、単独2位に躍り出た。今回の勝利に指揮官は、貯金はあった方がいい、他のチームにも乗り遅れないようにと思っています。去年まではチャンスで得点できなかったけど、追い込まれてから中田が外野まで持ってけたのは良かった。中田翔の交代は疲労を考慮してね。あれだけの暗黒期を3年で再生した男。マジで背番号73を永久欠番にしませんか？これはドラゴンズの終身名誉監督に就任ですよ。涌井さんに勝ちがついたのが何より嬉しい。投手交代のタイミングも完璧だったし、今回の采配に文句はありませんよ。確実に成長してる。素晴らしい読売クリニックでしたね。2軍ではヒロトが無双してたし、上昇球団なんよ。マジで勝てる球団の戦い方してるやん。横浜を克服できれば、マジで優勝も狙える。今まで10年間終わってたのに、ジュニドラが急に覚醒し始めたな。マジで3位で終わってね。勝ち強最強ドラゴンズ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。